元気でしたか？おはよう、土曜日。土曜日なんだね、てか。おはようございます。こんにちは、土曜日です。お天気いいって、そう、今日すっごいお天気いいですね。私は今、ちょっと、この後、1時から、ちょっと1個あるので、その前に、配信しようと思って、ちょっとメイクしながらになりますが。花粉飛びまくりらしいです。私も今日朝からすっごいズーズーがすごくて。土曜日、何してます、みんな。今から飲み会ですっていう人もいる。ちょっとさ、舞台が終わって、私は舞台1ヶ月ぐらいさ、ずっとさ、稽古とかさ、コロナとかになってたからさ、稽古をしたりとか、本番迎えてっていうことで、意外となんか舞台始まると、慌ただしい日常が始まって、いつも舞台終わりになんかお休みみたいな感じでいただいて、なんかどっか行ったりするんですけど、どっか行ってた時に、めっちゃ不規則だったんだよね。すぐ荒れました、この辺。体って正直。晴れてる、外行こうかなって。すっごい気持ちいい。もう東京真夏なんじゃないかなっていうぐらい。私も今日全部冬物洗濯してしまおうかなと思って。今洗濯中です、絶賛。横浜に田中麗奈を見に、イベントみんなやってるんだ。この後3回目のワクチン打ってきます、って。いってらっしゃい。奇遇ですね。私も今から3回目のワクチン接種に行ってきます。そろそろ冬物しまっていいかもな、だって。そう。東京は24度ぐらいみたいで、明日は26度らしいってきてる。だからすっごいあったかいんじゃない？夏より真夏じゃない？多分今。夏より真夏ですよね。でも26度ってそっか、夏ぐらいか。夏だって。もうあれかな？気温が下がることはもうないと思いますか？みんなどう思う？なんか一時期、ほんと一週間前ぐらいは、すごい暑い日が続いてて、気温下がらないから冬物しまっていいかなみたいな話したら、いや、下がるからしまわないでみたいな会話になったのはすごいこのショールーム内で覚えてるんですけど、もうさすがに大丈夫だよね、しまって。もう寒の戻りはなさそうですねって。紫外線強そうって。寒い日はあると思うよ、だって。あるかな？みんながしまうならしまうわ。どうする？みんな。冬物しまう？冬物もいろいろ種類あるじゃん。ダウンとかさ。あと、毛糸のモコモコとかさ。なんかそういうのはしまって良さそうだよね。ヒートテックもしまっていいんじゃない？そう、日中はいいけど夜は気をつけて。私がよくやるパターン。日中あったかいから、全然半袖で歩いてたんですけど、昨日も。夜めっちゃ寒くなるとこなんですよ。だから昨日お蕎麦食べたんですけど、美味しい。その旅の中で行ってたところの地域の。おかみさんみたいな人に心配されました。寒暖差ね。寒いよ。寒暖差があるから大変だ。軽く羽織れるものがあればいいと思う。
私、羽織っていうものを持ってないの。なんかガウンみたいなやつでしょ。なんか、あるよね。ガウンっていうのかな、そういうの。なんて言うんだろう。羽織る。カーディガン、私、ちゃんとしたカーディガン持ってないかも。まあ、ちゃんとしてないカーディガンって言っても変だけど、カーディガンっていうもの持ってない。あ、初見です。ハレルさん、ありがとうございます。初見、料理人山男さんから、ありがとうございます。さあ、ギフトみんなありがとうございます。かっこつ、ターボーさん、赤字のポチさん、カズオさん、赤字のポチさん、ヤンヤンさん、カズオさん、ターボーさん、セセリさんからいただいてます。ありがとうございます。私だけからわかんないんだけど、花粉なのかな、花粉のせいなのかわかんないけどさ、私このあたりがめちゃくちゃ、このあたりだけがあれなんて言うんだろう、なんか腫れぽったいじゃないけどすぐ乾燥するの。これ花粉のせいかな。ワンチャン日焼けっていう可能性もあるんですけど、このあたりだけで、どんな保湿剤塗っても、保湿されない。マスク荒れ？私、マスク荒れってぶっちゃけしたことないんだよね。マスク荒れの、あれがわかんない。荒れ具合が。マスクかぶれかな？日焼けじゃないって。乾燥してんのかな、でもね。そうか。そうだ、6、7、8。湿気も少なくなって乾燥してるって。ニキビできてたじゃん。あ、それははい。ちょっといろいろあって食べ過ぎた。夏のマスク大変だね。なんかもう夏にマスクしてっていうのをさ、多分みんなもそうだけど 2,3 年やってるわけじゃん。でもなんか今年すごい大変そう、夏のマスク。ちょっと鏡になって、みんなちょっとこの画面ごめん。前回の舞台終わりの時より元気そうでよかった。あ、舞台、ね、舞台終わった後はね、結構、なんかもう、魂抜かれたみたいにぐたってしちゃってたから。私はでも今、舞台が終わって、その免許、仮免じゃなくて、本免の実技が受かって、あと学科で免許が取れる、学科だけで免許取れるんですけど、もう学科なんてもういつでもいいやって思って、でも30歳になるまで、あと数日なんですけど、あと数週間か、2週間ぐらいあるんだけど、30歳、誕生日迎えるまで。それまでには絶対取りたいと思ってるんですよ。で、みんなに見せびらかしたいと思ってるんですけど、やっぱね、気が進まないね、夏場にやる勉強って。なんだろう。取れるかな。気が進まないの。なんで？学科試験早く受けに行きましょう、だって。そうだね、早く行かないと。夏の勉強ってなんでこんな気が進まないんだろうね。
取れないと大変だね。そうそうそう、4月の30日に、私5月1日が誕生日なんですけど、4月の30日、前日の4月の30日に、バースデーという名の単独ライブをやらせていただくんですけども、それまでにもね、撮りたいなっていう話です。こんな天気良かったら遊びに行きたいもんね。わかる。受ける日決めちゃえばだって。あ、そういうこと？そっか、受ける日決めちゃえば、あ、そう、なんかいついつ締め切りっていうのがあれば私頑張れるんですよ、それに向かってギリギリから勉強するんですけど、それ言われても決めちゃえばいいんだ。来週ぐらいには行きたいな。意外と再来週20の週とか、そんな毎日は忙しくないけどちょくちょく入ってるから。いつ受けに行こう。どの季節が勉強がはかどるんだろう。あ、夏は気が進まないっていうやつのからのやつね。秋とかじゃない？秋。なんか暑いと、外でさ、勉強したときさ、反射で見えないんだよね、光の。秋とかが一番いい。さんまさんも免許取ったの30歳だったな、だって。あら、リハーサルあるでしょうから早めが良さそう。そうだ、今回のバースデーライブも結構超久々なんじゃない？ってもう6、7年ぶりに歌うんじゃないみたいな曲も歌うので、初期の頃の方の全然歌ってなかったやつとかも今回歌う予定ですので、ライブ今流行りのバックキャスティング思考ですね。逆算するのってどういう意味だろう。バックキャスティング思考って何？バックキャスティング思考っていうのがあるんだって。名古屋のイオンでキッカが歌うの見たのが最後や。全然ね、どこにも行けてないから、ライブも。受ける日決めちゃおう、本当に。次はちょっと一回適当にこうやって置いて。まつげを上げて、うん、まつげ上げて、あとで適当にやろう。疲れた、起きただけなんだけど、なんかほんと天気いいね。ね、お鼻にお水もあげよう。さあ、ギフト。ターボさん、コッシーさん、ロンゲさん、マックスさんからいただいてます。ありがとうございます。髪の毛がパサパサしてる。さて、勉強でもやるかな。これで
勉強やろう。そう、受ける日も決めちゃえばいいんだね。どのぐらいで、でもどうなんだろう。じゃあもし、例えば、じゃ月曜日に、もう最速で、土曜日、日曜日とか多分やってるか、営業してるか分かんないけど、多分平日行った方が空いてるじゃん。だとすると最速で月曜日だとする。明日、明後日に受けに行くとすると、人間って頑張れるもんなのかな？詰め込みで。もう、今日、仕事終わってからずーっと夜までやって、その後明日一日中やって、次の日受けに行くとかだと、人間って頑張れるのかな？そうだよね。平日だけなんだよね。多分受けれるの。そうなんだよね。知ってる。頑張れるけど限界はあるよね。ちょっと怖いよね。で、行くならさ、多分受かるっしょみたいな感じでさ、行ってさ、落ちたらさ、もう一回やんないといけないじゃん。私、ある程度勉強してから行きたいタイプなんだけど、吉歌の人生で最後の筆記試験になるような、あ、そんな気はする。そうだね。そうですね。筆記試験なんてやったことないもんね。なんか資格取らない限り。でも先延ばしてても頑張らないやん。え、どうする？月曜日受けに行く？え、迷う。追い込まれると覚えることができる吉歌さんなので頑張れそう。どのぐらい覚えてるのって。どのぐらい覚えてる？でもその、車乗りたての時、練習したての時もさ、なんか学科の問題、学科仮面の学科が一番最初だったからさ。で、実技があって、みたいな感じだったから、最初はさ、なんか、何このルールって思ってたんだけど、ある程度もう、本面の実技取れて、もう、路上、練習でね、ある程度交通ルールってさ、分かってきた。なんか、最初の頃、問題集見た時よりは。だから、ある程度分かるんだけど、あとはなんか、地上からの、荷台の高さのやつとかさ、道幅の 0.75 未満とかの、そういうなんか数字系が苦手だから、難しい。なんかハンドルの遊びはあった方がいいか、踏みしろはあった方がいいか、みたいな。なんかそういうのだけは、あやうやです。落ちても A1 レベルなら、試しに受けても A かも。え、なんかさ、適当にさ、まださ、そんな自信ないけど、ある程度、やって、まあ、ちょっとぐらい間違う気がするけど、で、行って受かったら最高だよね。わかる。引っ掛け問題に気をつけて、そう。もうちゃんと勉強してから行こうかな。でも、いや、月曜日に行くのもちょっとありだけど。自動車学校だと卒業したらなるべく早く学科に受けに行けって言われる。忘れるから。あ、やっぱそうなんだ。そうだよね。忘れちゃうんだよね。交通ルールっていうか。乗ってたらなんとなくわかる。なんか乗りながら学科の勉強してる感じ。それは言い過ぎだけど。引っ掛けに我慢しろってきてます。意外と難しいんじゃない？なんか地域によって違うみたいだけど、その問題。18日がいいところかな？そして配信で発表。来週の月曜日。ちょっと行ってみたいよね、月曜日。わかるよ。その気持ち。鉄は熱いうちに打てですね、だって。試験手数料1750円。交通費の方が高そう。あ、高いかも。茨城なんで、茨城に行かないといけないんですけど。そうね、茨城行くのも意外と、
意外とするんだよね。なんかそんな、なんか何百円とかで東京みたいに行けるとこじゃないから。このさ、みんなのとこに出てるかわかんないけどさ、なんか初見の人は初見とかさ、2回目、2度目の配信、視聴みたいに出るんですよ。多分。みんなは見えてないかもしれないんだけど。なんか、ショールームのシステム変わったのかな？ハピニーのファンレベルが5に上がりましたって、これ何？デジモンみたいなやり方。これ何？ファンレベルがってどういうこと？なんか称号みたいについてるんですね。え、みんなレベルいくつですか？これはあれなのかな？なんかギフトとかのあれによってってことなのかな？面白いね。なんかファンレベル。え、どういうこと？それ。自分のレベルがわからん。あ、見え、これってな、レベルアップするにはどういうことなんだろう。あ、ファンレベルっていうのはコメントだけじゃなくて視聴者数と無料ギフトで一定まで上がるらしい。なんか面白いね。なんかたまごっち見てるみたいで。なんかいいね。あ、視聴時間だって。視聴時間と無料ギフトで一定まで上がるらしい。視聴時間とギフトのレベルやだって。え、なんかたまごっちみたい。みんな育成したいよね。あ、よっくん今レベル3に上がっただって。え、前田社長のあれでちょいちょい変わる。あ、そうなの。え、ファンという項目にそれぞれ書いてある。上がったら何、上がったからなんだと思うけど。確かにね。そのレベルがさらされるみたいよ。あ、なるほど。コメントだけのかまってちゃん排除機能だって。あー、なるほどね。はいはいはい。そういう対策もあるっていう。考えるね。すごいね。親父っちが多くなりそう。あ、レベル上がっただって。おめでとうございます。さあ、ギフトハピニーさん、カズオさん、ターボさんいただいてます。ありがとうございます。いいね。なんかレベル上がったとかやりたい。私もいろんなの考えるね。すごいよ。あのさ、メガネとかのさ、メガネがさ、あの、こんなに開いちゃったんだけどさ、あのさ、どうすればいいと思う？ネジをさ、これわかる？これ、ここのちっちゃいネジにさ、ないのよ、ドライバーが。見て、こんな開いちゃったの、普通に。厚いとこにいたの。そしたら、こんな開いちゃった。だからもう、スカスカ。で、なんか、やろうとしたんですよ、なんかドライバーみたいな、いつも持ってる、私の。それじゃ、入らないし、ハサミも入らないし、それドライバーってよりフレームが変形してる気が、あ、そうそう、フレーム変形してるのかも。でもここ閉めたから、ここ閉めたからってあれなのかな、グッとはならないもんなのかな。やっぱそうだよね。あ、フレームが変形してんだよね。わかる。いや、そんな感じはした。一瞬で、あ、最悪って思った瞬間が
一昨日あったから。多分それなんだと思うけど。え、新しいの買うの方が早いよね。治んないかな。店でも治るかどうかって。最悪。もう嫌になっちゃうな。フレーム修理出すと高いらしい。ドライヤーで温めてフレームゆっくり元に戻してみるって。できるかな。もう暑くなってきたからね。ハマグリアン、ハマグリアンさん、こんにちは、ありがとうございます。合格したら買いましょう。あ、免許に合格したら。私ね、一個もう、免許に合格したら、何かを。ご褒美ね。自分へのご褒美。キッカってシルクいいんじゃなかったっけ？あ、これあれ。普通に裸のやつのメガネなんだけど、サングラスなのかな？の、自転車乗るときとか、あと釣りするときとかに使ってるやつです。目は、いい。めちゃくちゃ。ご褒美は車でって。そうだ、免許の、免許取れたら、写真が必要じゃない？免許の写真。で、多分その日に撮るんですよ。みんなもさ、免許の写真、まあ、見たいけど、女の子に特に聞きたい。メイクどのぐらいやってった？免許の、免許証のメイク。写真の。どのぐらいまでやっていいんだろう。シンプルじゃないとダメとかないか、ないかな。濃くなかったらいいのか、そんなに。変わらないぐらい。免許の写真は持参します。はい、多分、どっかで撮ると。え？その場で誰かに撮られるのかな？わかんない、それが。それが一番気になってる。免許の写真。あ、いつも通りのナチュラルメイク。その場で撮られます、だって。え、その場って誰かが撮ってくれんの？あ、そういう感じ？あ、そういう感じなんだ。試験場で写真撮ってくれます、だって。へぇ。試験場にカメラがあって撮ってくれるんだって。ちなみにみんなさ、その時の服ってどんな着てた？なんでもいいのかな。私、キッカワ T シャツ着ていこうかな。指定もあるのかな、それ。着ていい水着、あ、水着じゃなくて、着ていい、着ちゃダメな服とか。警察官の方が撮るんだって。パスポートはどんな感じでした？あ、パスポートは普通にナチュラルメイクだった。だからそんな感じで行けばいいのかな？服そんなに映らないか。そっか。でも一生もんじゃん。でもここぐらいは映るよね。じゃあ私さ、ワンちゃんさ、なんか、多分こんな画角だと思うんだけど、写真。こうやってさ、多分こういう画角じゃん。裸みたいな感じで撮ろうかな。わざとさ、服さ、あっさいの着てって。こんな、なんかちょっとこの子裸なんじゃないかみたいな感覚のやつ。ね。オフショルダーでね、なんかこの子肌なんか着てませんみたいなやつ撮りたい。いや、それで行こう。楽しみだね。後悔するで、だって。緊張してきた。一生もんだもんね。まあ更新するけども、更新するけどもなんですよね。わかる。気にするなら事前に撮って持参もできるようだって。
肩まで写らないようだって。え、免許証の写真ってそんな写んないっけ？こんぐらい？じゃあ、今、この画角に写ってる感じ。こんなアップ？まあいいや、ちょっと何種類か服持っていこう。あれある、あるじゃん。写真でどう写るかわかんないけどさ、自分のさ、似合うカラーとかのやつ、受けたことある？私一回、紹介してもらって受けたことある。ツイッターにもあげたけど、なんだっけな。この何色合う合わないで、ブルーベイエベみたいな、わかるやつ。知ってます？流行ってたじゃないですか。なんかブルーベイエベみたいな、よくテレビでもやってるけど。この色は合うけど、この色は合わないみたいな。だからあなたは何べですみたいな。私一回受けたことある。あ、そう、パーソナルカラーだ。そう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 。その服着てったら、ね、パッと明るく見えるかも。顔とか。うん。え、パーソナルカラー何色？忘れた。何色だっけな？え、忘れた、すごい。だから意味なかった、私の場合は。え、パーソナルカラー何だったんだって。え、ちょっと待って、何色だろう？忘れたわ、やっぱり。でも原色系だった気がします。なんで、パステルカラーよりは、パキットカラーだった。確か。そう、パステルカラーよりはパキットカラーだった気がする。ブルベ、冬っぽいだって。さあ、ブルベ。何ブルベとか思うじゃん。ブルーベースってことだよね、多分。ブルーベースかイエローベースかってことでしょ？なんかあるの。なんかいろんな布をさ、当てさせられてさ、顔の見え方？色の当たった時の見え方とかでやるみたいなんですけど。流行ったよね。流行った。さあ、ギフト、セセリさん、マックスさん、ハピニーさん、カズオさん、ターボさんいただいてます。ありがとうございます。さあ、メイクも終わったし、洗濯機ができるまで。今日はみんな何します？何するの？まあ、ワクチンするとか、行くとか、ライブ行くっていう人もいると思うけど。これ全国的に晴れてんのかな？こんな感じに。もう桜も散りそうですもんね。あ、お仕事です。お仕事ですっていう方。さあ、初見、さくちゃんさん。はじめまして、ありがとうございます。何しようかな？浅草に行く。あ、いいですね。そういや、台風1号が発生した。あ、じゃあ寒くなるかな？東京はもう葉桜ですねって。まだ桜咲いてないっていう場所もあるんだ。コッシーさん、ギターレッスン行ってきます。あら、行ってらっしゃい。対バンライブ、アップガンの対バンライブ見に行きます。これから大谷翔平の試合見ます。だって。すごい。あ、ハトミンさん、メガネを作りに行きます。私のメガネも一緒にこれ直してきてほしい。来週天気悪いみたいやで、だって。すごい、島王家すっごい迷ってる。明日は前橋に桜見に行くだって。桜見に行く人多いね。
さあ、ギフト、すずしろさんからありがとうございます。ワクチン、待合室です。なおの方ならね。お気をつけて、帰り。うん、すっごい、ここら辺が、なんかすっごい乾燥する。なんなんだろう。花粉かな。乾燥がすごい。私は今日はもうお仕事以降、もう1時30分ぐらいのやつ終わったら、仕事って、まあ終わったら、勉強しようかな。なんかお外とかで。なんか無駄に Mac 開いてさ、パソコン。勉強しようかな。気持ちいいからね。コーヒー飲んで、外で優雅に、過ごしたい。さあ、初見ノーネームさん、ありがとうございます。カフェで勉強いいですね。紫外線に気をつけて、だって一日焼けするぞ、だって買ったの、日焼け止め。私もう日焼け止め塗らない女になったから、あ、違う、日焼け止めを塗ることを欠かさない女になることが私今年の目標。ちょっともうやばくなったんで、肌が。だからもう買いました、ちゃんと。もう。ちゃんと塗る、朝起きたら。少しでもちょっと紫外線に出るとこ、出るときは、顔を、塗ろうと思ってるので。みんなもちょ、今日は暖かいので、優雅に過ごしてください。私も頑張ります。日傘持ち歩きましょう、だって。女の子持ってる方多いよね、日傘。日傘はさすがに持ち歩かないかな。みんなも今日暑いので、日焼け止めちゃんと塗って出てください。さあ、じゃあそろそろ準備して向かいたいと思うので、ちょっとだけ配信でしたが、ありがとうございました。もうちょっとで洗濯もできそうだし。いってらっしゃいってことで、行ってきます。みんなありがとう。また。ありがとうございました。ギフトくださった皆さんもありがとうございます。みんな今日過ごしてください。私に今通知来た。フォロワーが増えたってことかな、このルームの。びっくりするよね。ファンが5人だったよ。まあ、フォロワーが増えたっていうことでいいかな。え、違う。ファンです、だって。え、だからそれどういう意味だ、ファンになったっていうボタンがあるのかな、それ。なんか久々にショールームやったけど、システム変わりすぎてちょっと笑っちゃう。あ、レベル10以上の人が5人。レベル10にならないとファンじゃないんだって来てます。まあそんなことはないと思うんですけど。なるほどね。面白いね。私今5人なんだってファン。やだ。ファンになりたいです。てます。俺はにわかかって、だからみんな新規オタなんだね、まだね。面白い。あ、ファンになるために頑張ってくださいとのことです。私まだファン5人しかいないので、
初見ですってことだよね。だからみんなね、いや、頑張って頑張って。全然全然もう、ありがとうございます。レベルゼロだったって人も、まあ、ゆっくりと配信しますので、今後も見てください。さあ、それではちょっともうバイバイしようかな。みんなありがとうございました。またお待ちしてます。おやす、行ってきます。